はい、お疲れ様です。今日は自分よりも強いやつとの戦い方、ビジネスプライベートも敵だらけ、またこういうたわけたこと書くもんで、アンチが開くかっていやだけど、まあ本当にね、今まで14年間、まあね、本当にまあアンチの人も言うぐらい、本当にこいつ本当バカでしょってよくアンチ書かれるんですけど、まあもうその通り、まあ別に俺バカだしって言ってるしっていう感じなんだけど、その散々動画でね、うん、だけどまあ俺は別に頭いいでね、別に医者になるわけでも弁護士になるわけでもないしさ、別にでもまあ職人の世界ね、こうやってどっぷり使ってる子も見てくれてると思うんですけど、まあ一生懸命やりゃあ、なんか人生うまくいくんかなと思ってほしいから、こうやって一生懸命やってんだけど、別に頭いいやつがさ、うん、まあこいつバカでしょって言うけど、まあお前より別に俺人生うまくいってるからなっていう感じだから、別に頭いいやつに絶対負けるなんていうのはないと思うし、頭いいやつこそめんどくせえっていうか、うまくいってないって俺多いと思うしね、ぶっちゃけ今までいろんな経営者も見てきて、だからあの見てる人もまあ勇気もらってくれればなって、こんなバカでもね、まあまあそこそこここまで来れてね、またこれからも会社成長させていくんだから、まあいいんじゃないって思うんですけど、はい、目次ね、コメント説明欄、あ、これね、あのリンクピュッピュッピュッって飛べるんですよ。でその何、スマホからはコメントからしか行けないんで、あ、それだけちょっと気をつけてもらって、あのぜひ使ってください。あとチャンネル登録いいねね、まあ毎回言うんですけど、そのチャンネル登録といいねは、あの別に誰が登録したよって分かんないんで、友達みんなしてくれよ頼むぜ知ってる人とかね、あのチャンネル登録、まあ、してくれると、まあその本当に誰がいいねしてくれたかも分かんない、なんか俺も本当に恥ずかしいからさ、 Facebook のいいねもうよく分かんないでしょ、あれ俺本当に押したことないわ、もう恥ずかしい、うん、だからまあなかなかできないと思うんで、うん、じゃあ1番、負けると許すは違う、相手を知って絶対に勝つか、なかなかね、まあ行こうか、本題行こうか、負けると許すは違う、行こうか。じゃあまず自分に言い訳をして戦わない人、俺は相手にしない、うん、子供すぎて相手にしないとか、ああそうそう、自分に言い訳して戦わない人ってさ、なんか俺あんなやつほっとけええわとかさ、うん、いやあいつ本当アホでしょって、俺のことをすっごいいじめてくるけどあいつバカでしょとかさ、あの上司本当終わってるよねって、あの先輩終わってるよねって、うん、だけどその人になんかもう言いなりになっちゃってる、お前アホちゃう、アホって言ったらやばい、これアンチ枠なんの多かったのに、うん、ダメでしょそれみたいな。だからなんちゅうかな、うちの会社でもやっぱりいざこざってあるんですけど、なんちゅうかな、まあ出る釘になれとまでは言わんけど、だから戦っていくしかないよね、それって別に許してないよねって、負けでしょお前ってダサいこと言うなよみたいなね、まあこれまあわーって湧くと思うんですけど、あの俺もそういうタイプだから、だから自分で分かるのは、今まで自分が別に俺本当にあの強いタイプじゃないんですよ、どっちかというと。だから自分で一個一個なんか自分のその失敗とかいろんなものを積み重ねてきて、ここまで来て、まあいい年だでさ、まあこれ見てる子若い子多いと思うんで、あのただ今まあ一生懸命生きや、まあ俺みたいになるって言ったら失礼ですけど、なんかあの強くはなれる。だからそのあのなんか本当に胸にキューンってきてさ、腹立つなこいつってこれつけるのだけはやめてください俺も本当にもう今でも本当にあどっちかっていうとあのはっきり言えないタイプだから、今でもね、だからまあこういうこと書けるっていうかね、逆にそういう人間だから書けると思って書いてるんで、ちょっとねきついこと言うんで、ここら辺はねちょっと聞いてください。あと自分中心の世界にこもってる人、そう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 、あ俺の世界とあいつの世界は違うとか、自分の世界中心にあのなんかまあこれもそうだな、被害者意識で自分を甘やかす人って、なんか結局さ、なんちゅうかな、俺はそんな別にどうでもいいんだとか、俺はどうだって、あの究極やまあ俺あんまりそういうこういうのないんですよ、なんか人の考え方が違って俺の考え方も違うから、だからこの俺の考え方を認めてほしい、うん、分からせてあげたい、俺の考え方はこうなんだって伝えようっていう今まで努力をすごいしてきたので、それによってやっぱぶつかっちゃって縁が切れたこともいっぱいあるし、お客さんとも揉めたこともいっぱいあるんですけど、だけどなんちゅうかな、その自分の世界に殻にこもっちゃって、それ以外は全部不正解って思っちゃう
うこって多くね。でまあね、 YouTube 見てやっぱこういう子ってやっぱアンチになりやすいと思うんだけどさ、お前終わってんなとか、お前バカだなとか、なんかバカだっつったろうって言って本当に何回も言わせんなって言うんだけど、ね、本当にまあそうなわけよ、だけど自分は自分の世界観で別に本当それはいい、間違ってない、人の世界観に合わせる必要ないんだけど、人の世界をやっぱ認めれる人間にならんと成長もないし勝ちは来ない、もうで許すじゃない、そんな負けてるだけ、で俺もうちの従業員でよく雇ってダメになる子って、営業は特に現場ってはっきり数字とか結果が出るじゃん、で営業でうまくいかないのはお客さんとこ行ってお客さんとクレーム出しても、いや僕間違ったこと言ってないんですけど、あのお客さんがこうやって言ったからこうなったんですよねとかいう子ほんとおるんだわ。でそういう子ってどこのお客さん行っても同じで、うちに来るそのまあいろんな取引先があるじゃん、営業マンいっぱい来るわけじゃん。でその子たちの中にもやっぱそういう子たちおるので、俺はこうなんだよねって、いやいや社長さんそれ間違ってますよって、ちょちょちょ間違ってるかってなんかどうでもいいんやって、俺はこう思っとるで、こういうものが欲しいんやわみたいなじゃあ本当そういうのってないな、なあるでしょ。まあそのまあ何でも同じだよね、スポーツの世界でも同じだよね、あの草野球やりたいで、俺は草野球で、俺らはオリンピック出たい、でももう死ぬほど練習しとるのに、いやそんなに苦しいことやる必要ないと思うんだよねって、もっと楽でいいじゃんって、いやそれはお前サッカーがやりたいんでしょ、野球がやりたいんでしょって、じゃあそれだと草野球チーム行きなさいよって、俺たちはね、あの世界最高峰のオリンピックで戦いたいんだよって思ってる子たちが別に集まってるチームに行く必要もないし、でそれってどっちも間違ってないじゃん、でもどっちかを否定する必要はないよね、でそれは許すじゃないぞっていうのがまあここなんですよ、まあまあ、おやべえな、また熱くなっちゃったけど7分喋っちゃったね、まあかな、じゃあ次行きましょうか。はい、相手を知って絶対に勝つ、まず勝つ方法かな、自分よりはるか強い人は来ない、まあこれも一つであって、まあ今みんながねこの動画見てて、あいつうっとうしいなこいつうっとうしいなってあると思うんですよ、だけどまあそもそもね、相手してきてるってことはそいつはもう自分より下か、もしくはもう五分のやつがやってきてるわけ、先輩だろうが後輩だろうが、お金もっと持ってようが持ってなかろうが、そのプライベートでもそうだね、友達でも家族でも、だけど自分と何互角の人間か、まあそれ以下だから食いついてきてるわけ、だって俺も別にあこいつ明らかにまあまだこれからのやつだなっていうやつに俺が本気になって「いえウーベーロアホだらけクソ死ね」とかやる、やんないでしょ。でそいつのためにはあるかもしれん、いっぱい入ってきた子たちに「いやちゃうんちゃうかお前それは」って、まあ、そんなこと言うんだったら「お前やめていけばバカ野郎」とか、まあ、これやったらね、あの老気に引っかかるもんで、まあ、言ってないということにしといてほしいんですけど、まあ P はねこれノーカットだろうなんだけど、まあだけど、まあ本当にあのそんなにビビる必要はないっていうことはまず一つ、相手もビビってんだな、自信がねえんだなって、だからじゃあそいつにどう戦っていこうかっていうところからまあ始まると思うんですけど、でいろんな勝利の形がある、まあこれちょっとメモったんですけど、何ちゅうかな、勝利って何って、相手を泣かすことか打ち負かすことかってちゃうと思うんだわ。勝利って何って言ったら、ただ自分のことを認めてほしいだけでしょ多分。俺はそう思う。まあいろんな戦いの中があるもんでちょっとわかんないけど、その殴り合いとかじゃないからさ、別にその生きていく中の戦いって自分の存在をやっぱ理解してほしいだけじゃん。だからなんつうのかな、別においばやろって、お前そんな言い方ねえやろって別に言うのだけが戦いじゃないんだよね。どう理解させていくか、相手にどう自分の存在価値、どう僕がこうやっていきたいかをやっぱその説明する力をつけなあかんわけでしょ。だからその非難するとかね、大きい声出す、手を出す、でそれまあまあまあ攻撃だよね、あのブワーって攻撃だけが戦いじゃないわけよ。でその通りっていうね、何種類もやっぱ出てくる。でまあ若いね18個の子、まあ、武器がないんだよね。俺でもそうだった。16、7なんて、もう大きい声出す、手出す。それしかなかったわけ。だけど、
それだけじゃない武器をやっぱりいろんな苦労の中でその武器を手に入れてくるわけ。まあ魔法とかだよね、ドラゴンクエストで言ったらさ、その攻撃だけじゃないわけじゃん、魔法とかさ、いろんな方法があるわけじゃん。だからいろんなその形の勝利があるから、まあその俺が言ってるのはその打ち負かすっていうのが目的じゃないよっていうことだけだな。でどんな問題も自分が悪い、まあ、許すなら勝利したから許せ、あ、まあこれどんな問題もって、まあ、ちょっと話がまた長なってっちゃってるんであれですけど、なんちゅうかな、問題が起きてる、まあ、まずそれに逃げずに対応してっていうのが俺これ伝えたいんだけど、まあ、自分が悪いとかなんか宗教的みたいな感じのさ、なんかそういう話じゃないんだけど、でも必ずなんちゅうかな、解決する力が自分にあるんだって。本当にもうとんでもない問題いっぱい来るけど、うん、だけど俺も本当にそう、もうわけわかんないことがいっぱい起きて、もうどうにもなんない、ああもう苦しいって。だって、まあ、その階段降りたこといっぱいあるよ。3歩進んで2歩下がるみたいな、3歩進んで5歩下がった時もあるよ。で2歩しか進んでないのに100歩下がった時もあるけど、なんちゅうかな、その勝つか負けるかとかじゃないから、あの自分が強くなる、うん、勝利ってそういうことだと思うし、例えばさあ、まあ俺こういう、なんか俺はまあそういう政治のこととか分かんないで、そういう、あの、俺が間違ってたらちょっとごめんね。あの、頭悪い人だから、アンチ君ごめんね。あの、日本がさ、まあ例えばアメリカに負けて占領軍が入ってきてって、日本って負けたわけじゃん。だけど、まあ今はちょっとね、日本もあんまり勢いないけど、世界一の大国にね、その後になってたわけでしょ？経済大国になってたわけじゃん。だから、その、そこで日本人の例えば心が折れてさ、まあ頑張らんとこうぜって、もうええやどうでも俺らはって、もう別にアメリカ様様でもうペコ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 でアメリカ人に主権ええやんって思ったら、なんかわかんないよ俺は、その政治の世界とかも全然わかんないけど、だけど俺あんまり違うと思うんだよね。なんかよく政治とかああいうねニュースとかにはね、日本人アメリカ人に恋売りすぎやとかなんか言うけど、やっぱ虎視眈々と狙ってるみたいな、案外日本人ってそのはっきり言わないけど、別に戦い方が違うだけで、アメリカ人って、ね、あ、なんか、イエス、ノーみたいな、お前、バカかみたいな感じの戦い方じゃん。でも、日本人の戦い方って、まあ、そんな感じじゃないんじゃないって思うもんね。俺もどっちかっていうと、日本人的なところがあるから。うん、だから、それって俺、悪いことじゃないと思うの。うん、どんな方法でも、ね、勝つっていうか、うん、負けない、うん。負けないことが大事。まあ、俺、それ書いてあるような気がするんだけど、書いてなかったかな。あ、最後にあるのか。許すなら修理してから許せってなる。そうだね。まあまあ、まあ、大体言っとるで、まあいっか。で、どんなやつにも勝つ方法っていうのは、まず負ける戦はしない。ね、これ本当にそうなんだわ。なんか、ブレーって来られてさ、先輩とかに。で、今日、明日、この YouTube 見て明日さ、で、もう謝らんと。俺間違ってねえから謝らん。俺はそれ勝利じゃないんじゃない別にって思うし、そんなことをする必要もない。俺もだって今でも嫌いな人に頭下げてる人おるもん。やっぱ仕事だからね、俺も経営者やってるから。だけど、じゃあどうやってその人との、まあね、縁を切るためには会社も強くなっていかなあかんだろうし、で、お客様でもそうだよね。やっぱ昔、今はもう本当民間の仕事やって、うん、うちを選んでくれた人にいいものを売ろうっていう提供でね、そういう形でやってるから別に、うん、あんなとこどうだとか別に YouTube でアンチが湧こうがないでしょ、あんなとこね、YouTube でふざけてるところに頼まないって言っても、別に頼まんねえんだわ、別に、そんなうちにね。で俺はいいもん作ってるし、あの面白いいい職人さんがいっぱいおる、それも知ってほしいし、俺は業界をね面白くしていきたいっていう思いがあって一生懸命やってるから、それにやっぱ賛同してくれるというか、ペンキ塗ってくれって、あ、面白いことやっとんねあんたらって、一生懸命やっとんねって言ってくれた人にねやるだけだから、だってなんちゅうかな、まあまあ話がでかくなっちゃったけど、うん、まあ負けないこと、だってもうそんな焦ってうりゃーっていく必要ないし、うん、で小さな勝利を勝ち取るっていうのはさ、うん、まあ人から見たらその人に、ね、何あの人って間違ってんのにごめんなさいって、ね、言ってるじゃんって、だけどそいつ、あのそういうこと言うやつも何も結局言われたら何も言えないやつばっかだから、どうせだから、うん、そうやって見えてもその人とじゃあ二人っきりになって実は僕はこうこうこう思ってるんですってその人にも聞く耳持たせなあかんじゃん、まあ、いろんな想定があるよ、まあ、プライベートの想定もあるだろうし会社の上司もあるかもしれんけど、うん、まあその上司でいやその人に聞く耳を持たせなあかんのにいきなりうりゃーって言ってさふざけんなーって言って机バーンって叩いてもえってもう君いいよって なっちゃうじゃん。俺ならなるもんね、いきなり入ってきて新卒が
俺が合ってるか間違ってるかじゃなくて俺に伝えたいことがある。どうしても社長これ聞いたら社長にとっても僕にとってもプラスなことですよっていうのも、ひねつけをバーンって俺の前で叩いて、社長聞いてくださいよって言ったら、知るかお前って言って、うるせろって俺でも言うもんね。ただじゃあ俺に話を聞かそう、耳を傾けさそうと思ったらいろんな方法があると思うんだわ。なんか俺もこうで会社の話にするとなんか社員も聞いてるから、あの別に変な裏とかじゃないよ、どっちかっていうと俺は自分でいろんな人に話を聞かせるために考えたことで、別にだから別に偉そうにって思わんでほしいんですけど、あのね一般の人も、俺はそうしてきた。まあ、それは今でも嫌いな人に頭下げとることもあるし、だけど一つ一つクリアしてきた、小さな戦いにね。で今やっとちょっと人よりね、あの動かせるものが大きくなったかなってね、ちょっとだよ、まあ、もっともっと大きいものを動かせてね、国を変える力まである人もあるわけじゃん。だから俺はそんないわけじゃん、ね、小さなものがちょっと動かせるだけじゃん。だから、だからそのねでかいこと考えてもしょうがないもんで、まあ、でインチキ以外は成功法っていうのはだって それと同じですよ。まあ、ちょっとまた長なっちゃったんであれですけど、先輩と、ね、嫌いな人とじゃあちょっと一回飯食いに行かないですかっていうのもそうだし、ね、あの何ちゅうかな、タイミングっていうのが絶対来るし、毎日一生懸命やっとりゃ、だから、もうまず負けないで、負けたら終わりだから。だけど会社辞めることが負けじゃないしね、それも勝利かもしれんし、だっていろんな意味で負けない、小さな勝利積み重ねる、で本当にだごまするとかね、あのご機嫌取るだとか、プレゼントするっていうのがそのインチキとか犯罪じゃないわけよ、だからそれは成功法と思わなあかんし、なんか、あの少年ジャンプの見過ぎでさ、あの戦いにはもう真正面からぶつからなあかんっていうわけじゃない、逃げるのも成功法だし、なんちゅうかな、犯罪とかそういうのはいかんよ。でね、なんちゅうかな、人に自分が嫌われるような攻撃もいかんよ。あの悪口を言って回るだとか、それはいかんし、まあそれ自分が損するでね。犯罪もそうでしょ。自分が損するだけでしょ。だからまあそういうこと以外は全部成功法だから。あとは人に何言われようがもうどうでもいいわ。でもまあ自分を安売りだけはしずにね。まあ本当に強い人間になってね。あの本当に、まあ、せっかくねこうやって聞いてくれたんで、まあ、こんな偉そうに言うわけじゃないんですけど、まあなんか楽しいことになってくれればなと思いますんで、今日もちょっとまた長なりまして申し訳ありませんが、チャンネル登録とあのいいねね必ずあのしてくださいね。よろしくお願いします。また見てね。